今回は大阪の阪急梅田本店で現在開催されている梅田スヌーピーフェスティバルの購入品紹介前半戦でございます。もう今回大量に買いすぎてちょっと前半後半で分けさせていただきたいと思います。本日は小物編の紹介でございます。よかったら最後まで見てみてね。まずはポストカードからご紹介していきたいと思います。こちら1枚198円になってます。見てください、裏側まで可愛い。裏側は更新です。表もめっちゃ可愛いんですけど裏も可愛い、最高すぎます。やっぱりこの車に乗ったスヌさんのイラスト大好きです。これは最高すぎますそしてこちらのポストカードも可愛いですね。これは窓にいろんなキャラクターがいるよっていう感じで、裏側はこんな感じ。このイラストもめっちゃ好きです。チャーリーが勉強しているイラストですね。それをキュンって感じでスヌさんが眺めてる、めちゃめちゃ可愛いイラストになってます。これも表も裏も可愛いです。これはねコラボグッズは多かったんですけど限定品は割と少ない印象でした。そしてもう一つはこちら、星をつかみに行くぞっていう感じのイラストですね。これも色味もめっちゃ可愛いしイラストも大好きです。なんと裏側ははしごに登って星をつかもうとしてるスヌさんです。これもめちゃくちゃ可愛い。今回表も裏も可愛すぎてですね、天才すぎますしかもちゃんと表によって裏側のイラストが違うのがいいですね。こちらもじゃじゃん、上にはサングラスかけたウッドストックちゃん3体並びであったりとか、ハートのヨットのウッドストックちゃんだったり、これは T シャツのイラストにもなってたスヌ船長のイラストです。本当に可愛い。裏側は船長が舵を切っているイラストです。可愛い。縄でこうね上と下を分けてる、こんな感じで細かいところまで可愛いポストカードのご紹介でした。ポストカード結構種類ありましたが4種類購入しました。そしてお次はコースターでございます。マイクロファイバーコースターは1枚330円です。やっぱり更新のイラストめっちゃ可愛いです。そしてもう一つはスヌーピーフェスティバル2023とデカデカと書かれた、こちらも購入してみました。どちらのイラストも可愛いですよね。330円と言われるとちょっと集めがちです。そしてお次はこちらマグネットになります。プレートマグネット550円で、これはキャラクター紹介のイラストになってて、このね窓にいるイラストだったり、ハート持ってるイラストだったり、星をつかむ像のイラストだったり、いろんなところからキャラクターを集めたイラストになってるので、すんごい可愛いなと思ってこちら選びました。今回の梅田スヌーピーフェスティバルのイラストをギュギュッと集めた感じでとてもお気に入りです。冷蔵庫貼っておきます。そしてお次はキーホルダー編ですね。これもめちゃめちゃ良くてですね、こんな感じで車のイラスト、私の大好きなやつ、そして台紙がねこの更新のイラストになってます。どっちもめっちゃ可愛いですね。キーホルダーは絶対ゲットすると決めていました。そしてこちらも台紙の色が違うだけなんですけど、キーホルダーは先頭のスヌさんが猫ハートを持ってるイラストになっております。これは可愛い。そして星をつかむぞのイラストですね。これは台紙がイッツラブリーピーナッツの文字入った台紙になってます。全部可愛いですよね。チェーンみたいなクリップ型の方とすっごい迷ったんですけど、やっぱりキーホルダーの方が無難で使いやすいかなと思ってこちら3種類ゲットしました。そしてこちらちょっと大きめ、こっちは軽装道のコースターになります。これはお値段660円です。マイクロファイバーの2倍。イラストが激カワなんです。更新がねこう円を描くように更新しているのがめっちゃ可愛いなと思って、これはこのコースターでしかゲットできないなと思ってこれは買っちゃいました。可愛いですよね。何気めちゃめちゃお気に入りです。そしてあとは何が当たるかなの缶バッジをゲットしました。こちら1個は生配信ですでに開けさせていただいてたんですけども、ヨットにいろんなキャラクターが載ってるイラストになっております。背景の建物がちょっと神戸の異人館っぽいおしゃれな建物です。
さてあと2つ何が出るか。じゃん、白い縁です。オープン。かわいい、めちゃめちゃかわいい。一番の狙い目かもしれないです。これほんとかわいい。更新のイラストなんですけど、缶バッジ用にちょっとまだらにね、更新してる感じがかわいすぎます。これは大当たりですね。最高です。このね、ちょっとバラバラに更新してる感じも本当に可愛くて、最高に大当たりだと思います。これは可愛い、めっちゃいいですね。大事にします。そして最後、じゃじゃん、これはチャーリーに乗ったスヌさん。そして背景にはお城ですね。これは何城でしょう。大阪城ですかね。確かにちょっと大阪城ホールの後ろにある大阪城に似てます、雰囲気がだといいな。ちょっと限定っぽい感じでいいのがゲットできました。欲を言えばキャンバスでゲットできなかったヨットのデザイン、ここで当てれたらいいなと思ったんですけど、まあ、でも可愛い3つ当てれてよかったです。ということで今回めちゃめちゃ大量に紹介したんですけど、まだまだいっぱい買ったものを紹介できてないので、次回後半の動画でお会いしましょう。そして他にも梅田スヌーピーフェスティバル関連の動画たくさん上げておりますので、他の動画も見てみてください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。どれも本当にめっちゃ可愛くないですか。全部お気に入りすぎます。本当にもう散財しまくりではまた次の動画で、じゃねバイ。